السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله في بودكاستو بصفيان واليوم الحمد لله عندنا ضيف من اليابان خصيصا عندنا السيد كيوهي كيوهي-سان يا جماعة يا متى وايدك توي ليشن يا دوية اوه خلنا هاي. طيب آه، طبعا في البدايه يا جماعه الخير حبيت اعرفكم على السيد كيوهي طبعا السيد كيوهي انا آه يعني شلون تعرفت عليه عن طريق آه معرض آه الانمي السعودي او المعرض الانمي السعودي طبعا انا كنت هناك آه مرافق وايضا مترجم لشركه آه شركه, آه شركة اللانجستكيه آه كنت اه صحيح مترجم في شركه زي ما يقولك بالانجليزي وورلد Cosplay Summit اي بمعنى منظمه استدعاء الكوسبلاي العالميه او منظمه اجتماع الكوسبلاي العالميه طبعا انا ما افهم كثير في الكوسبلاي بس انا احب يعني احب اشوف المسابقات حقت الكوسبلاي وأحب اشوف الناس اللي يبدعون يسوون كوستبلاي فالسيد كيوهي كان من منظمة وادو كوسبري سميتو وأيضا كنت مرافق لهم مترجم طول الفترة اللي جو فيها في السعودية إلى ما رجعوا كانت واحدة من التجارب الجميلة بالنسبة لي وخلونا الآن نكتشف إيش اللي صار في اليابان وإيش وضع اليابان الآن ونتعرف أيضا على السيد كيوهي ني؟ هاي سكي أنا نه وتشتو كيوهي سوى دو 出会ったたことを皆様におししましたじゃあこれから、はい、あのはいこれからねあの恭、えー、平さんもぜひ自己紹介をお願いします自己紹介あお願いします、えー、改めまして竹あり恭平です日本人でお願いします えと出身は日本の神戸っていうところで港町なんですけど、<っ>神戸ビーフとかで言う。神戸ビーフですね、神戸ビーフ。結構有名ですね。<laughs> 結構有名。そ<う>あんまり食べたことない。あ、本当ですか私も。<laughs> 高級やから。<laughs> マジですか、うん、はい。<laughs> で今は、えー、仕事で東京に住んでます。あなるほどじゃあちなみに東京の浅草っていうところに住んでます。浅草、浅草駅ですね。はい、うんうんうえ、そうですね。じゃあ、あのに、恭、ね、平さんは今、どんな仕事をしていますか仕事は、えっと、さっき紹介あったかもしれないんですけども、はい、ワールドコスプレサミットっていうコスプレの世界大会をオーガナイズしているような会社に勤めてます。 あいいですね、すごく私はね、もしかして会社が <laughs> あれば、このような会社が欲しいです会社の仕事でサウジアラビアで、えー、と去年11月にあったサウジアラビエキスポっていう中でコスプレのステージだったりコスプレに関係するワークショップを、えー、お手伝いさせてもらってそこでサードが通訳としてお手伝いしてもらったっていうのが出会いですね。 はいとは言ったこともないですね。<laughs> いやもうめちゃめちゃ助けてもらって本当にカードがいなかったとあってなかったんで、その時に、あのー、まに、あ、いい出会いだったんで、これだけで終わりじゃなくって、あのー、SNS も交換させてもらって、なんかまたできたらいいねっていうことで、今回、何か、まあ、新しいことができそうなんで、すごいワクワクしてます。そうですね、また機会があれば、またぜひサウジアラビアにおいでください。 あサウジアラビアにも,もう一回行きたい。すごい人が良くて、あのー、また仕事じゃなくて観光でちゃんと行きたいです。うん、あぜひ、砂漠に行ってあげますよ。<laughs> あ行きたい行きたい。いや本当に行きたい。<laughs> そうですね。で、この、ねまあ、サウジアラビアに一回来たことがありますよね。はい その去年の11月、2019年の11月に、サウジアラビアのサウジア、まあ、サウジアニメエクス,スポに来たんですよね。で、その時に、うん、その、まあ、サウジに4日間、4, まあ、4日間サウジにいたんでしょ。じゃその4日間の間に、どんな経験、うん、どんな気持ち、どんな感じを うん、ええー、そそそのところにすごく知りたいです。ああ、OKOK。えっと、ににいた日数としてはもうちょっといたかもしれない。うん。5日ぐらいいたのかなその前にで仕事が四日ぐらい、たぶん。仕事は4日ぐらいですね。四日ぐらい。うん、で、えっと、一日だけちょっとあの観光できる時間があった。うん、で、その仕事の四日間は本当にホテルと サウジアにメイエキスポの会場会場言てない、<場>本当に。そう,そうそうそう、大変だった。うん、なんで、全然、その、他のサウジの人と出会ったり、生活っていうのはでき、あの生活を見れたりっていうのはできなかったんで、本当にホテルとその会場の間のバスの移動の中であ、あこういう感じなんだっていうのを見てただけだったんですけど、うん、イベント終わってから、 まあ1日というか半日ぐらいだけ時間があって、その時にちょっとあのタクシーとか使ってあ,あの回ったんですけど、うん、あその前にそう <laughs> あのサウジアニメエキスポののに、まに、あ、サードは通訳でお手伝いしてくれてて、あとは、えーとまあ、ホテルとその会場の行き来のお手伝いをしてくれている女の子がいて、サウジアラビアの。ああその女の子 うん、その女の子があえっとイベント終わった後の打ち上げご飯一緒に食べに行って、うん、そのあとおいでよって言ってくれてあ覚えましたその<で>その子あああ、うん、家に遊びに行きました家にあーなるほど彼女の家に遊びに行きましたんですかそう彼女の家に遊びに行ったでお父さんとお母さんとお姉ちゃんかなお姉ちゃんお兄ちゃんに会ってうそうそう 彼女はサウジ人ですかサウジ人だよ。う,ん、うーん、なるほど。で、彼女に家に、うん、わあすごい、えらい、えらいですね、彼女。<laughs> いや<ー>、ほんとになんか、踊ってくれて、しかも夜遅い時間で12時過ぎ、もう夜中12時回ってる時間だったけど、うん、お父さんとかお母さんも出てきてくれて、はいあの、お茶入れてくれて、お菓子くれて、で、いろんなお話聞かせてくれて、すごいなんか、うん、ウェルカム、うん、あったかい。 感じであとその打ち上げで外でご飯食べたときにちょっとあのー、道にいたらそこやっぱ多分観光客がまだ少ないから珍しいんやろね。そうですねなんであのみんな,なんか手を振ってくれたりとか <laughs> 話しかけてて、ね、すごい本当に人が温かいなっていうのが。 うん,うん,うん、うん、すごくなんかサウジアラビアねあのなんていうのウェルカム文化ですね、すごく。うん確かに。じゃあ何か困ったことはサウジアラビアでなかったんですかそれともうありましたかえっとまあ困ったこと、うんとねまず文字が全然読めない。文字が全然読めない。それはまあ困りますよね。<laughs> <laughs> <laughs> 文字が全然読めないのが困ったかな。うん、それ以外はそうだなそうだ、あのー。市場に行ったんですけど、最後の時間があった日に、えー、っと急にみんながお店を閉め始めて、うん、あお祈りの時間のお祈り。お祈りの時間。そうですね。日本にない。まあ、国際にないですが。サウジしかないですね、うんあの。もしかしてお祈りの時間が、ねまあ、お祈りの予備。 が聞こえると<う>、まあ、<coughs> おしまいですねうみんなもお店物買いたかったのにみんなお店閉めちゃうからこちょっと困った,た <laughs> そうですねなるほどあそれは日本人にとって困りますよね確かに、ね、まあ困ったというかまあ,あすごいすごいあ<ー>あのちゃんとお祈りをするために全部店まで閉めるんだなと思ってびっくりしましたなるほどまあサウジにとって、まあ、大体困りませんね ねそうですねだからお祈りしなければなりませんからねみんな、うん、インシャーラー天国に入れるようにねあのお祈りまあ祈り一日お祈り五回ぐらいしていますよね、うん、ねあのキ平さんも天国にえ会えますように私もお祈りしますよね。<laughs> ありがとうございます、えー。なるほど、すごくね。私もあの月、まあ、去年の11月はすごく楽しかった。私も、あのョ平さんと同じように、えー、ただ家から、まあ、あのイ,ベンイベントの会場まで行ったり、まあ、しますよね。通いましたね、そこに。<laughs> すごくで,でっかいところなんですけれども。 あれ今どうなってるのあの会場は。何がんなのあのイベント会場、大きなテント、<そ>建物、あれは今どうなってるのどうなってるですね。えー、まあ同じですかね<あ>同じです。同じです。あ、あるんだ。なるほど。うんうん、そこまま残っていて。そ残っているんだ。残っているかもしれないね。<の>で,えー、で、私も同じように、<laughs> まあ、キョさんも同じように。ね。うん まあ疲れましたけれども、その4日間はね、すごく楽しかったね。うん、楽しかった。すごくえいい経験になりました。いやー、こちらこそ本当いい経験になった。ね、サードね、最初にそのイベントの前日に会った時は <laughs> あは、髪の毛結構ボサボサで、むそっこしてて、そしたら次の日、すげえちゃんと髪の毛切っに あの打ち合わせで会ったときは、はい、あの耳の毛ボーンってなってて、<laughs> で、服もまあ普通の若者の服を着てたのに、ね、の日は髪ピシーって切って綺麗にして、スーツを着てね。<laughs> うん、すすっくりしました。<laughs> あのスーツも買いに行ったんやったっけそうですね、買いに行きました。<laughs> いや、すごい、本当に。<laughs> いやいやいや、それはね、私の仕事だからね。うん ねすごく。いい経験でしたね。またサウンにおいでね。いや、行きたい、本当に。いや、私の結婚式に来て欲しかったんだよ。いや、行きたかったな、本当に。ね十一月、本当おめでとうありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。 えっとまたね恭平さんねまた、えー、っと素敵な女性と出会ってまた結婚していっぱい子供を作ってくださいね。 わ、うん、かりました。<laughs> <laughs> 私はそのところにお祈りします。<laughs> ありがとうございます。はいはい、じゃあ、あのー、まあ、とにかく今、日本についていろんなことを聞きたいですけれども、はい、日本は、ね、今、そのコロナウイルスの後にどんな感じをしてますかえっと、日本は四月ぐらいに、4月に一度、 東京、あと神奈川、千葉とか、まあ、東京周辺はロックダウンまではいかないけど、緊急事態宣言ということで、なるべく家から出ない、人と集まらないっていうことを、えーまあ、推奨するような期間があって、今それはもう開けたんですけど、その後は、はいえー、飲食店が早く閉めないといけないとか。 あとはイベントができないとかそういう制限がもろもろありましたでつい最近、えー、感染者数も、まあ、少しずつ少なくなっていって、えーまあ、経済を回すっていう意味合いもあってもっとみんな、えー、旅行しようよっていうことであったり飲食店でご飯食べようよっていうことで政府の方からお金が補助するためのお金が出るっていう施策が始まったところです。 うん、なるほど確かにコロナウイルスが広がった後に、うん、確かまあ世界、まあ、世界の全員、ね、ダメージがされたけれども恭、えーうん、平さんはねコスプレイヤーのオ,オーガナイザーとして仕事をしてるからね、うん、確かに日本で国内国内のイベントが、えー、それに、うん、それにも用意しますよね。 うんその後にどんな感じになったんですか、ダメージもありそうですね。えっとイベントがもうことごとく中止になって、うん、人が集まる、まあ、コスプレのイベントって人が集まるので、イベントができなくなったっていうのと、うん、あと毎年やってる、えー、国際大会、世界でコスプレの大会やって、うん、勝ち残った人が日本に集まるっていう、去年のサウジアラビアと一緒ですね、去年の同じような。 大会で,、うん、でしたっけねそれがもう今年はできなかったので,で、ね、代わりに24時間オンライン番組っていう形でやったりもう別の方法で何かしらそのコスプレイヤーさんが喜んでくれることをやったりしてますね、うん、なるほどねそうですね確かに、まあコロナウイルスが終わ,ら終わるようにね私たちもあ、うんなにお祈りしますよねあのまた また僕たちの前の人生にすごく戻りたいんですよね。うん、ねえ。まあ仕方がないよ。まあ仕方がないですけれども、まあ、我慢しなければならないよ。我慢しますよ <laughs> <laughs> サウジアラビア、今どんな感じですかでサウジアラビアも日本と同じですけれども、今はまあだんだん、えー、大丈夫ですね。あ1月から 国,国際と、まあ、国内旅行は随分前からやってたけれども、OK、え国際は1月からスタートしますあスタートするんだそうですね1月、えー、1> 来年の1月から、ね、日本も今はまだビジネスのためのその海外へのとこしか許されてないので観光というところでは基本的には 許されないですねでです確かにね。うん、私はね、本当、本当にはね、ハニームーはすごく日本に行きたかったけれども。いやー、<laughs> 来てほしかった。<laughs> そうですね、そこな。まあ、何年かな、私、2014年から日本に行ってないから、うん、あそかまた、また、まあ、先生たちや友達に、まあ、教員さんにも会いたいですね。 うん、会いたい。でも、そうですね。いろんなつながりがあるので、ぜひつながりましょう。うん、LINE とか、<ひ> Zoom とかね、うんえー。そうですね。確かに。ね、じゃあど、ま、これからどうで、ま、どうと思いますかい,いつからその日本に観光が私みたいな人に行くことができますか日本に。 なんか一つは、この冬っていう時期にコロナがどうなるかだと思うんですよね。冬にコロナがまたどっと感染者数とか増えてくると、なかなか。冬の時ですかそうですね、冬の時。あ、ところも、サウジ今、ね涼しく、涼しくなってきました。ああ、よかったよかった。天,天気が。冬ですかね。うん、冬が、その感染者数とかが増えてくると、 もしかしたらまだその海外の人を迎え入れるっていうのは難しいかもしれないですけど、冬でも今と同じようにコロナの感染者数が抑えられるのであれば、もう来年には、ね、オリンピックもありますから、東京で。うんうんうん。オリンピックはね、東京。できなかったらそう、今年できなかった東京オリンピックはあのもうやるって言ってるんで、もう海外の人に迎え入れる形に。 持っていくと思います、ね、うん、なるほど。じゃあその時にじゃああらあらによって行きますよ。でもまあオリンピックの時はね、ま、だんだん何でも高くなりますよね。<laughs> ああそうだ <laughs> ね。物価が物価が高くなりますよね。確かに。特にホテル代がね。そうですね。それは困りますよね。うん。うん。じゃあいい止まった宇宙。 あ、本当ですかあガワと一人で行きますよね。一人で、まあ、キワエさんのところに行きますけれども、まあ、妻と一緒にや、ちょっとね、大変だからね、ホテルに行かなけ,行かなければならないとね <laughs> で。邪魔をしないようにしたいんですけれども、うん、まあ一人なら、一人なら行きますよ。一人ならキワエさんのうちに、えー、ね、泊まりますよね。二人でもあの、どっか用意するよ。 あ,あ、本当ですかありがとう。<laughs> えー、なるほどね。うんじゃあ、えーま、時間なので、いろんな日本に、えー、まいろんな日本に、えー、聞きましたからねあ。ありがとうございます。すごくいい情報でしたからね。えー、じゃあ、とにかく終わる前に、ね、私はに、はい、あの一言を言いたいんですけれども、皆様、あの、 12月あの、日本語のオンラインコースがあります。で、そのコースにも、恭平さんも参加します。恭平さんも <laughs> 先生になります。恭平さんも皆様に簡単な日本語を教えることもできますよ。この Zoom と同じように皆様にあの、日本語を、簡単な日本語を教えますから、 えー、ぜひ参加したいなら、えーまあ、下に、あのー、検索ボックスに、えー、検索ボックスの、えー、なんだっけ、あのー、リンクがお使いください。それれ待ってます。 <laughs> 私たちはすっごくうれしくなりますよね。きよへさんもよろしくお願いします。十二月から、はい、らからよろししくお願いしますそうですね、12月からあの皆様に、えー、っと日本語を教えるこ,教えることをに頑張りましょう。そして清よさんも私に協力してくれてありがとうございます。すごく心から感謝してますよね。えー、じゃあ、終わる前に、えー、っとまたに皆様に何か一言を、えー、っとお願いします。 はい12月から、えー、サードと一緒に日本語を教えることになりました。えー、日本語を学んで、えー、日本人と話をしたり日本の文化を知ってもらえたらなと思いますんで。 ぜひ一緒に勉強しましょう。待ってます。はい、ゃあ待ってますよね。はい。じゃあ、ここまで終わりにします。よね皆さ n ここまで見てくれてありがとうございます。また同じありがとうございます。はい。また同じようなビデオを作る,の作るのは頑張りますからね。皆さんもぜひ、えー、僕たちを応援してください。とにかく、えー、っと気をつけてください。そして、マスクも。 ね、いつもつけてくださいね, <laughs> ね。また会いましょうね。ありがとうございます。はい。さようなら。さようなら。